さあスタートしますよ、はい、増山渡先行、追走の藤中バラブラ。増山は予選4番手、藤中は29番手、ベテランはどんな走りを見せるのか、振り返ってきた、さあウォーラーギリギリだ、フランバラブ、増山は逆にスピードがいい、速い速い増山渡、すごいな増山は。増山の先行もすごかったけど、後への藤中はい、もうあの後追いでもいい走りしてましたね。ラインを取ってきましたよね。俺ね藤中今ぶつかるかと思いましたもん。この診察機前ゾーン2、すぐ、ね、カメラさんと僕たちの方に1回行きましたから ね、はい、ここからです。ウォールからずっと藤中のマシンが伸びてくるんですよね。増山の煙の中から急に藤中が出てきたけど、すごい出てきましたね藤中も。ちょっと距離が離されたのかな、だけど。そうですね、ちょっとそのスピード感を持っている増山のその走りと、はい、まあ、去年からその単走チャンプの増山選手っていうのはここでその単走が光りますよね。やっぱり前を走ってて、そうですね、角度もしっかりついてますからね。そうですね、単走でやらなきゃいけないことをいつも前で走るっていうのはすごく重要になってくるのでね、これで藤中選手が前に行ってどうなるか見てみたいです。さあもうね、増山の課題はこの追走でどう勝っていくか。追走の後追いですか。後追いで先行は多分ね問題ないと思いますよね。これでどう勝っていくかというのが一番の課題なんで。下手なんですか。さあスタートしました藤中先行、追走の増山当たる。さあどうだ、ここではライをしっかり取っていった増山。そしてイン側に懐に入っていく、立ち上がってチェインク一歩取っていった。これは増山もなかなかいい追走を見せる。藤中も悪くないけど、増山もね、いい追走でしたね。で、ぐーっとインクリップから近づいてきましたね、うん、ちょっとだけ藤中が先行が小さかったかなっていう感じがしませんでした。そうですね、これちょっとアウトゾーン余っちゃいましたね。ね、余っちゃってます、ね、さっきの追走は追走だっただけにね。逆に増山の方がちゃんとこう外に来てましたね、今ね、はい、一瞬近さで言うとやっぱ藤中選手の方がそのアウトゾーン2までは結構来てたんですが、やっぱり藤中選手、アウトゾーン2で多分タイヤが1本ちょっと勢い余って出てしまったっていうのもちょっと響くかもしれないですね、はいはい、さあという勝負でした。藤中学部、昨年は、はい、岡山だけ出てきているんですが、今シーズンはフル参戦、まあ、チームマジックの川津さんがついてますからね、はい、マシの仕上がりもいいでしょう。さあそしてこの対戦どうなるのか、左側に、藤中、そして右側に増山、そのレッドラインは3本ムーブしました。増山渡るの下へ。この対戦勝ち上がったのは渡る、増山 gets the win。